Shall we begin?こんにちは。こんにちは。始まりました。ホーダ TV。久しぶりですね、これ。久々。お店リニューアルして初の撮影になりますね。なので、ちょっと背景が変わってるんですけど、はい、店内も結構広くなって、よりスタイリッシュになったんで、ぜひぜひ遊びに来てください。お店は隣にね、移動したんですけど、はい、移動してます。引っ越し自体は。はい、ただ、お店としての、内装はかなりいい感じになってるんで、はい、ぜひ遊びに来てくださいって感じですね。はい、はい、ということで結構空いちゃったっすかね、動画自体。動画そうだね。前回何撮ったのかな。すると前回は進めた T007、はい、ブーツバランス、うん、ですよね。そうだよね、うん、っていうので、まあ、ちょっと僕らとしてはこれはもうやらないわけにいかないということでありますけどね。はい、結構発売前から賑わってましたね、シューズマニア界隈ではね。なんだこれはとね、もう、 こう公開した瞬間でね、はい、アパレルの方でね、もうやっぱりね、そうそうそう、最近プロモーションモデルとして、はい、使用してたんですけど、もうやっぱチェックしてますね、足元までね。ほんとそうだね。っていうのでやっと出ました、ルースイソンブラアクシス 1VK ですね。はい、でこれ VK っていうのはバージョンカンガルーの略の VK です、はいはい、でこれについて今日はちょっといろいろね話していきたいと思うんですけれども、はい、はい、もう早速いっちゃいますか。いっちゃいましょう。はい、このアクシス 1VK がどんなモデルかってところですよね。そうですね、まあ、アクシス1っていう、 こうベースのモデルがあった中で、もともとルース初代からある、はい、ユニベルサール、はい、未だに根強い、はい、そういらっしゃいますけど、まあ、この商品が廃盤になるっていうところで、多分そうするとカンガルーのモデルがなくなってしまう。でもアクシス1もめっちゃ人気ある、じゃあいいとこ取りしようっていうのがこのアクシス 1VK になってます。はい、はい、なのでアッパーのこうねカンガルーの良さっていうところをしっかり生かしたようないいところ取りのところが、まあ背景っていうかね、まあ、商品作ったきっかけっていうところになります。はいはいはい、はい、ですね。はい、はい、ね、で早速じゃあ、はい、次アッパーですかね。そうだね、はい、一番こうベースになるというか、ね、今話してもらったんですけど、はい、そうなんですよ、アッパーが。よいしょ。そもそもこのねアクシスがね、はい、ルーススキンっていうね、はい、オリジナルの人工皮革を採取、これも結構人気なアッパーではあるんですけど、うん、やっぱりカンガルーレザーはね、ルースとしても一足はね出していきたいっていうところもあるし、ね、やっぱレザーが好きな方もいらっしゃるというところで、クレイさんが話してくれた流れになるんですけど、こちらアッパーをね、はい、カンガルーレザーを採用して、フルグレーンカンガルーレザー、そう、ウニベルサーレと同じレザーを使ってるんで、はいはい、もちろん馴染みの良さはバッチリ、はい、でカンガルー独自のやっぱりこうねしなやかさ、うん、フィット感、馴染み感っていうところは、うん、踏襲しているモデルになりますね。こちら本当柔らかさはね間違いない、革の感じがめちゃくちゃいいんだよ。特に黒がね、そう、やっぱこの本来のね良さが出ますよね。革はね、黒はね、間違いないんだよね。まあもちろん白もね、十分やらないんですけど、ね、そう、そう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 なんですよ。でこれもやっぱ、はい、良さとしては馴染みっていうところ。そうだね、一番は馴染みの良さ、まあフィット感、うん、まあ幅広い方とかね、アクシス1でちょっときつい方は伸ばしてね、履くっていうこともできるっていうところがこのアッパーのメリットかなと思います、はい、僕がやっぱシューズマニアがすごい好きな部分はこのトゥーバンパー、はいはいはい、すごい大事な部分だと思ってて、これ結構好み分かれると思う、はい、正直なところね。そうだよね、はい、好みは本当に分かれるね。マイクロスエード採用してて、はい、そうなんですよ。でこれはアクシス1のねルーススキンを、はい、オールで使ってるんですけど、はい、カンガルーの相性の良さと耐久性、はい、っていうところでこうスエードのものを、ね、はい、しっかり使ってるので、こう白とか特にちょっとこのなんていうの、配色の感じとかもそうだけど、非常に柔らかさも相まってるし、これは一番大きいところですね。はい、アッパーの特徴としては、あとはアッパーとしては、まあ、あとサイドのところ、そうですね、そこですよね、ルーススキンは残してるとか、ちゃんと使ってる部分は、はい、パーツパーツで ね、結構いろんなパーツを切り替えてますよね。そう、適材適所にしているので、うん、
あのここの外のルース付近はしっかり横の踏ん張りに効くようにしっかり作られているっていう、はい、特徴になっています。はい、でインサイドは変わらず良さを残して、そう TPU とメッシュのミックスしたインサイド部分、はい、なのでよりダイレクトなパスっていうのは引き続きアクシスの良さを残してるって感じですかね。そうアクシス1でこう名古屋市オーシャンズ所属の西谷亮介選手が、はい、インサイドの薄さ、こう段差のないフラット感っていうところはしっかりこのスウェードの上とメッシュと TPU でしっかり綺麗なこう切り替えに入ってるんで、そこの薄さはしっかりいいところがちゃんと残したっていうことですね。はい、はい、じゃあ次はやっぱりね、もう僕が一番気になる部分なんですけど、はい、ライニングです。ライニングね、はい、どうですか。まあ、もう本当みんな大好き紐素材って感じそうですね。やっぱここがね、メッシュだと俺正直マジ悩むんですよね。メッシュはこうなんだろうね、海外は多いけど、そうだね、日本の人とかは特にこの紐素材、フットサルは特に、はい、なんか愛好家というかこれじゃないとダメっていう人も、ね、こういうぐらいで、そう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 、やっぱそれだけここって大事な要素だと思ってて、はいはい、もうやっぱりもうフィット感が断然違う本当に。そうね、かかとの収まりでもそうなんですけど、明らかにこうピタッとする感じの、そう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 、間違いないからね。だからやっぱり久しぶりにメッシュのシューズ履いたんですけど、うん、かかと脱げそうになる、あ、はいはいはい、すごくて、それが気になって気になっちゃって、なかなかやっぱもうこれ味わっちゃうと他の素材が物足りなく感じるっていうのが一つ。もちろんアクシスもね、その僕が好きな、ま、あのスウェード調じゃないんですけど、でもこれはそのメッシュでもなく人工皮革で滑らないような素材採用してるから、そんなに気にならないんですよ。これは俺ちょうどいいぐらいの。なるほどなるほど、そう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 、これあと汗吸っても重くなりね、そこは大きいですよね。スウェードって一応一旦今プレゼントするんだけど、汗吸う確かにちょっと重くなったりとかしっとりしちゃう感じはあります、正直あるじゃないですか、はい、だからそういう意味ではあえてメッシュっていう方ももちろんいらっしゃると思いますし、うん、そうそう、ただやっぱフィット感をもし求めるとしたら、やっぱここは僕はもう切っても切り離せないのかなとは思ってるんですよ。ライニングとシューター裏を特にそう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 、ピタッとする感じっていうのは確実にライニングはスウェードの方がいいので、ね、しかもカンガルーだから、そうなんだ、より一層ね、全体のフィット感は生まれるような作りになってますよね、はい、でシューターも裏側があれですよね、そうライニング左右してるんですよね、だからターンと足の方もずれないっていう、そうそうそう、一つそうですよね、はい、はい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 、あとは何かありますか。あとは、まあ、シューレースも、はい、こうグリップタイプというか、うん、はい、そう、これね、パッと見分かんないけど、そう実はね、実はグリップシューレースがもともと同梱されてるんですよ。だから結構今流行りのね、ミズのゼロぐらいでもそうですけど、まあ、それ変える必要ないっていう、そう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 、そこはポイント大きいかなと思います。でなんかこう、紐自体がすごいザラザラしてるから、うん、なんか結んでる時もこうギュッてしっかり、あー確かにグッグッグッっていう感じが、そうそうそう、分かりますよね。ね、それ面白い。そう、僕結構ギチギチに結ぶの好きなんで、はい、やっぱこのグリップシューレスがあるとより一層その感覚が強くなるんで、なるほど、ブレる感じがないっていうのは大きなところかなって思いますね、はいはい、うん、あとはインソールも、そうですね、インソールはちょっとじゃあ一回出しちゃいます、出しちゃいます、はい、はい、結構面白いですけど、シューズ作る上においてだと思うんですけど、はい、多分インソールって、はい、差が出るところだと思うんですよ、価格帯を考えた時にね、そうね、でここをどれだけ多分安く抑えるかで多分変わってくるところだと思うんですけど、はい、今回ルースに関しては機能性もね、オーストライト、オーストライトを採用して、オーストライトってくれたらどんな素材なんですか。シンプルにクッションはちゃんとあります、うん、でもへたりにくいね、いいとこばっかするね。そうなんだよ、単純にさ、クッション材ってスポンジだから使ってったらピシャンコになってへたってきちゃう、そう、うん、でこのオーストライトっていうのは、はい、沈み込みはちゃんとするんだけど、復元力があるというか、割と踏んでもしっかり対応できるっていうのが特徴で、へたりにくい、はい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 、
で今回のやつは、はい、踏み込んだ時にふわっとする感じがするから、あのオーストラリアの中でも若干硬いというか、はい、もっと柔らかいのもあるんですけど、踏んだ時にこうふわっとするから、はい、こうカンガルーだったりライニングと全体がこう相まってフィット感が生まれるなっていうのは履いてすごく思った、うんうんうん、ね、かかと周りもね結構しっかり、はい、ちょっとパーツ切り替えてそうなってるから、はい、このままもう、うん、ね、使ってもらっても十分機能としてはね、考えるの良さは感じられるですよね。で、一応表面もね、滑り止めの、はい、これ素材的にはどうなんですか？肝素材だね。肝素かね、はいはい、なので、ちゃんと効いてるんで、うん、よりフィット感も上がってますね。アクセス1、はい、良いかも、はい、はい、っていうところですかね。あとは、はい、細かいところは細かいところですね、とりあえず。あとやっぱ、一番リュウヤの大事なビジュアルじゃないですか、はい、そうですね。やっぱり僕ね、わかんないですけど、結構うちの EC で売れ行きとしてはこっちがすごかったじゃないですか、はい、多分っていうのも今このトリプルホワイトが、はい、まあ、アセルトでも限定モデル出たりしましたし、はい、ちょっと流れとしてはあるのかなっていうのは思ってますね、はい、でこれもこれでメリハリがついていいんですけど、やっぱ一体感っていうのがなんか一番これが分かりやすい、特にインドアだとアメ色っていう縛りがあるんですか、うん、ターフはね結構いろんなソールはできるんですけど、はい、これに関してはやっぱそのビジュアルポイントとしてはなんか白が分かりやすくこの新しく見えるというか、はいはい、っていうのがなんかポイントなのかなと思います。でもクレザーも黒一択なんでしょう。黒一択にしてる、これはこれでもかっこいいですよね。そのレザーの良さももちろんだけど、この白と黒のアクセントとしてね、これに白ソックスはもう間違いない。確かにタークはタークでね、そう、これだけ黒ですもんね。めっちゃかっこいいなと思って、ね、今までのアクシス1もさ全部白ソールだったじゃない。そうだね、はいはい、この VK になってトリプルブラックが出たっていうのは一個ポイントとして大きいですよね。もうやりきった感はありますよね、正直ね。そう、やっぱりアクシス1の方で黒白とか、ね、結構色でしっかりあるから、うん、ちょっとチャレンジじゃないけど、はいはいはい、ここね、渋い感じ出して、これ黒男好みな一足っすよね、うん、いや本当これかっこいいと思う。かっこいいかっこいい、確かにやっぱ、まあ、カラーソールこうやってねルースが出してくれたことによって、はい、他のブランドもちょっとチャレンジしようかなっていう、それこそ今回のアスレターみたいに、まあ、限定とかでもいいから、はいはい、ちょっとフットサルシューズにおいて脱アメ色をねやっててもらいたい気持ちはあるんですよ、俺としては。違います。そうそのなんか一個のなんだろうな、先駆けじゃないけど、まあ、これをフックにちょっといろんなブランドがカラーソール出してくれるとめちゃくちゃ嬉しい限りですよね。そうね、あの本当に色つかないんで、うん、はい、そこはもうね声を大にしていきたいところなんで、はい、っていうところですかね。他はありますか。どうだろう、サイズ感とか。あ、そうだ、サイズ感はね、俺結構難しいんですけど、うん、まあ多分同じではいいと思うんですよ。レザー結構悩みどころだと思うんですよね、やっぱ今までが人工皮革の素材だったから、はい、アクシス1を履いてた方が VK 履く結構大事だと思ってて、はい、ってなった時に、まあ、お店としては縦のサイズ感変わんないから、うん、あの別に変えなくてもいいのかなと思うんですけど、気持ち、まあ、物によってなのかな、もしかしたらちょっと僕は 4.5 普段履いて4でも良かったかなっていうのは感じます。はい、クレさんはどうですか。僕は、アクシス1 24で入って、うん、これも24で入ってます。特にじゃあそんなにサイズ感は別に変えなくてもやっぱいいかなっていうところですかね。あの僕は結構選手により1ぴったり履くっていうのはちょっとできなくて、もともと 10.5 ぐらい、うん、あの余裕持って履いてるんで、はい、まあ、縦全然ちょうどいいし、まあ、もちろん考えるのは伸びるんで、うん、そうですね、幅の感じは違いますよってなってくると、うん、まあ、別にこのぐらいだったら全然 OK だし、むしろあの革の柔らかさとかちょうどいいぐらいのこうスペースというかフィット感になってるかなって思ってるので、じゃあ一応まあ全体的なあれとしては特にサイズを変える必要は別にないかなと思ってます、ね。そうですね、縦で選んでいただいて、うん、まあ、幅は伸びるよっていうところだって、はいはいはい、特にアクシス1特に入ってる方はご注意していただければ基本的には問題ないかと思います。はい、こんな感じですかね。はい、はい、最後総括ですね。このアクシス1、はい、VK とは、
あのまあ、海辺でサーレとアクシスワンをいいところ通りしたハイスペックなというところが、はいはい、まあ、一番大きなポイントかなと、ね、まあ、ロゴも、はい、この LS ロゴのとおりになっていたりとかしますけど、あとはあのアクシスワンと VK がこう優劣あるんではなくて、あ、そうそう、素材で選べるよっていうところは、ね、こう競技者に対してというか、確かに確かに結構好みで選べますよっていうところはこう 間違いないというか、うん、そこはこう積み分けして選んでもらえると一番ありがたい。お店でもさ、はい、どっちがいいんですかって言われたりするじゃないですか、はい、これどっちもいいっすよって言いたくなっちゃうところがあって、そう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 、ね、そういうことなんですね、それぞれのね良さがあるからね、はい、こっちは今クレさん言ってくれたやっぱアッパーとかもねあえて、うん、あの人工皮革採用してるんでサイズのズレが比較的少ないっていうところ、そうです、ね、ただこっちがしたら柔らかさだったりとかフィット感を求める方にはおすすめしてるんで、うん、一長一短っていうわけじゃないですけど、それぞれの良さがやっぱりあるんで、はい、ここは完全好みですよね本当に。そう、やっぱり F リーグでもさそうだし、あの西谷の良さとしてはこっちがあえてですからね。そう、あの人はやっぱりこう伸びが少ない薄いっていうところがポイントだから、うん、こっちを履いてるし、ね、あの動画とかプロモーションによって清水選手はこっちに柔らかくて、ね、まあ、あと白井からだと愛選手、はいはいはい、とかするんで、だから本当に選手の好みによってあの選んでいただけたらいいかなっていうモデルですよね。ですね、うん、本当に、まあ、競技者に対してこう、はい、しっかりスラッシュ感、スラッシュ感、ウィーベルサーレの良さも残して、はい、多分足裏とかより薄いと思うんだよね、ウィーベルサーレ、はい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 、っていうのは感じられると思うので、うん、こうより相まった一足になっていると思います、ね、はい、はい、ね、あとホーダでもねかなり、はい、あの問い合わせの多いシューズなので、はい、まあね、ぜひぜひお店にね遊びに来ていただいて、はい、アクシスワンないし、はい、アクシスワン VQ 履き比べとかねしてもらえたらすごい、はい、僕らとしてもねいろいろお話できる部分があると思うんで、まあ遠方の方はまあこの動画で何か参考になればすごくありがたいですし、はい、はい、そんな感じですかね、はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。